随分仕切り線近くに尊敬しました高藤力。ベルあけぼの、高藤力押す、あけぼのこらえた、突き合い、あけぼの出る、あっと引き落とし、あけぼの、あけぼの優勝です。賜杯はあまりにも遠いものでした。決定戦では一つも勝てず、あけぼのに優勝をさらわれました。高藤力の土俵を振り返るとき、忘れることができないのがあけぼのとの熱戦の数々です。決定戦では敗れたものの、その後は実に7回もあけぼのを破り、あけぼのキラーと呼ばれました。高藤力の勝ち。攻め込まれました。特別なやっぱり気持ちがあったんですか。やっぱりね、ありますよ。だってうちの部屋の横綱2人とは絶対当たらないわけじゃないですか。自分は3勝取れるとこ、どこかなと思ったらやっぱりあけぼのさんしかないんですよ。まあ、15日間のうちの一番なんですけど、その一番でもね、やっぱり1勝14敗でもやっぱりみんなにあの相撲良かったなと言われるようなこの相撲ね、取るようには心がけましたよね。やっぱり大きい人間をやっぱり倒すっていうその快感ってね、やっぱあるんですよね。やっぱりそれはやっぱり勝っ、まあ3回に1回ぐらいしか勝てないんですけど、まあそれが勝った時の嬉しさっていうのはやっぱりね、こう何事にも変え難い快感みたいな。